れて、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、じゃちょっとダイユに届きますように言いましょうか、みんなで。ダイユ、お誕生日おめでとうございます。ちょっと、すごいと思う。ちょっとだけ、ちょっとだけダイユ、ちょっとだけダイユが、あら、ちょっと髪型変わっとるやん。かわいい。ちょっとね、多分ね、彼女はかわいいを待ってた。かわいい。後でいっぱい喋るからいいですよ、待ってて。はい、そうね、さっきトーク時間足りなくて、一部でうちらトークだけで3時間欲しいよねって言ったよ。でも多分誰も来んやろって言って。確かに。もうそれは楽屋でやってもらってね。そうね、私団員のすごいところがですね、まず30歳だよ、ちょっと見えないよね。ママよく発揮と思いきや、団員振られたよ、振られた。歌ってる時に実は出会ってたっていう。すごい。でもその時ね、一言も話したことなかった。わえ、そうで、ピンキースカイさんになって、カンベイガールズになった時に出会って、え、あの頃のみたいな。じゃあそこから今みたいな仲良くなったんですか。そう、私唯一演者さんで男優しか連絡取ってくれる人おらんもん。取ってくれる人ね。そう、しょうもないことでやり合ってます。でもプライベートで、アリタンから名前が出てくるのも男優さんだけど。確かに。唯一家に行ったことある、共演者さん、ダイユだけなんです。ありがとうございます。カレー美味しかったよ。手作りカレーめっちゃ美味しかった。いいな。そう、でも今日はね、そのダイユの記念すべき30歳のお誕生日ということで、今日はみんなで盛大に応援していきましょう。出てて、次の曲ちょっとタオル使うってけど、お、私これ持ってきたと、家から。これ分かる人います？お、分かるよね。あのピンキースカイさんの逆だけど、逆ね、タオルです。あ、これ家でね、手洗い場で使ってる。あ、怒られる。手洗い場で使ってます。大事にね、大事に使ってる。ちょっと使用感ありますが、はい、今日はね、アリタンは団員のおめでとうの意味を込めてこれを回していきたいと思います。皆さんタオル持ってます？持ってますか？帰れば何でもいいよ。ぜひぜひ。 OK、 じゃあそれでは皆さん、膝曲がってる
見てほしいな